シリーズ4日目予選最終日のボートレースカラツ G1 カラツダイヤモンドカップ、残す予選競争はあと2つです。これから第11レースの開始。1号艇埼玉の桐生純平、2号艇東京の永井氷也、3号艇滋賀の松山翔吾、4号艇東京の浜野谷健吾、5号艇長崎の赤坂俊介、6号艇埼玉の中田龍太。以上6名による対戦で、本番もコース取りは動きなく枠なりとなりそうです。現在もホーム側強めの斜め向かい風が吹いています。インに入る1号艇桐生が人気の中心、前半レース大きな着となってしまいまして得点率下げてしまいました。現在 5.50、桐生が1着条件に追い込まれていますが、最後にこの1枠が残っていました。すっきり逃げ切ってボーダーと再浮上となるでしょうか。1号艇桐生、2コースには2号艇の永井氷也です。3コースには3号艇の松山翔吾、現在得点率は 7.33、 3位タイとしています。準優1枠のチャンスも残っています。3号艇松山、3コース引っ張って角の4コースは4号艇の浜野谷健吾です。大きな着は避けておきたいところ、角線。そして5コースに5号艇の赤坂俊介です。ここ1着なら得点率で西山を抜いてトップに立つことができます。準優1枠も手に入りそう。5号艇赤坂が5コース、大外には6号艇の中田龍太です。3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コースまでがほとんど差のないスタートになりました。出ていく1番、2番、3番、4番で1番区、逃げる1号艇の桐生、刺す2号艇永井、まくり出しは3号艇の松山、先頭は1号艇の桐生純平が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇桐生が先頭、2番手は3号艇松山の内側から4号艇の浜野谷が上がっていきます。2マークの旋回です。まずはトップ1号艇桐生、続いて4号艇浜野谷、外を回して3号艇の松山、3番と4番2番手争いでホーム側に戻ってきました。内を通る4号艇の浜野谷が優勢、アウトから追いかける3号艇松山、さらに5号艇赤坂も上がってきています。これから2周目1マークの旋回、トップで回るのは1号艇の桐生です。2番手で4号艇の浜野谷、5号艇をかわして刺していく3号艇6号艇の間をすり抜けた。バック側では5番3番が並んでいます。2番手はこの間に4号艇の浜野谷が大きくリード、そして3番手が3番5番の接戦、さらに後ろは2番6番と続いて2周2マーク。1号艇桐生、4号艇浜野谷と回って3番手、3号艇松山先手を打って刺す5号艇の赤坂、ここでもう一度3号艇の松山が前に出ます。3番手は3号艇の松山翔吾、上位体系1番4番3番でレースは最終周回に入っています。先頭は逃げています。勝負がけ1号艇桐生純平、2番手が4号艇浜野谷健吾、3番手で3号艇松山翔吾、打ち切り込んだ5号艇の赤坂、また並んできました。最後のバックで3番手再び並走、5号艇赤坂が3号艇の松山を捉えています。5番3番ぴったり並走でラストターンマークに向かいます。まずは先頭で逃げた1号艇桐生、2番手4号艇浜野谷、そして3番手5号艇赤坂の外を回してきた3号艇の松山、5番3番広がって並んでいます。まもなく変わる。先頭1番五輪、4番五輪、5番3番の順に五輪、2番6番五輪です。